好きでございます。はい、皆さんこんばんは。今日はね、3月16日ということでね、ヒューマンキューブさんね、ヒューマンキューブまみれね、お邪魔した後ね、お食事会ね、日の丸ショップ5へ来ております。ということでね、ビールをいただいておりますが、なんとね、今日のゲストはね、この佐川のね、爽やかなお兄さんが来ておりますね。爽やかなお兄さんね、ここにね、ハンコとね、ボールペンを入れるということね、実に面白い。それはね、違う番組でしたね。はい、ということでね、佐川のお兄さんのね、ガシャポン、ガシャポンで言っていいのかな、カプセルトイね、やってきました。はい、こんな感じでね、はい、非常に面白く出来上がっております。はい、実にね、このお兄さんの爽やかさね、ここにハンコがね、実際にあります。なぜハンコがあるんでしょうか、わかりませんね。このリアルな感じでね、これまたね、ここ穴にね、こううまくね、こうまあこんな感じね、こんな感じで、まあ佐川のお兄さんがね、こう優しくね、ほら手が見えるでしょ、手が、ほら手を差し伸べて、ふふふっとこうね、こんな感じでね、居酒屋で楽しんでおります。皆さんいかがでしょうか、ね、ペンもね、こうギリギリさせるということで、ね、居酒屋での商品紹介シリーズね、第3弾もうね、ジュジュコモチャンネルでのね、居酒屋商品紹介はね、もう第3弾になりました。はい、ということで今日はね、今日ご紹介したのは佐川の、爽やかお兄さんのガシャポンでした。それじゃあまた。ビールをまた冷やしちゃうか。はい。じゃあこれ。はい。じゃあこれ。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 ユキはビール飲むときもさ、キーボード弾くときはもうガチだ、ガチでやばい。はい、こんな感じでね、和気あいあいとね、お食事会をやっておりまーす。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 どうでしょうか。こんな感じでやってます。こんなに境に子供が一人。猪野さん見てますでしょうか。猪野さん見てますか。猪野さん、今度また行きますよ。猪野さん。猪野さん。いつも猪野さんだけ呼びかける。猪野ちゃん。猪野だよ。だからコルトのニラだよ。